自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で東京地検特捜部が安倍派の大野康忠議員を在宅で起訴しました谷川八一議員は略式起訴されました特捜部に政治資金規正法違反の罪で在宅起訴されたのは大野康忠参議院議員です今後正式な裁判が開かれることになります また、谷川八一衆議院議員は略式起訴されました。罰金が課せられる見通しです。谷川議員と大野議員は、それぞれ事務所の会計責任者らと共謀し、安倍派から受け取ったキックバックについて、収支報告書に嘘の記載をした罪に問われています。関係者によりますと、特捜部の任意聴取に対して大野議員は容疑を否認していた一方、 谷川議員は認めていたとみられます。谷川議員は15日付で一審上の都合とした上で、自民党長崎県連の会長を辞任しています。周囲に特措部に立件されたら議員辞職すると話していたということです。安倍派ではこれまでにおよそ4800万円がキックバックされたにもかかわらず、収支報告書に嘘の記載をした疑いで、衆議院議員の 池田義孝容疑者とその政策秘書が逮捕されていますまた、特捜部は二階派の会長を務める二階俊博元幹事長の秘書を事務所の収支報告書に嘘の記載をしたとして略式起訴しました。